私、弁護士の猿田紗代と申しまして、今、この泉和夫情報流通促進基金の事務局長の代行をしております、同じ事務所、東京共同法律事務所という事務所の所属です。代表理事をしております、弁護士の海斗と申します。理事で連絡役のあずさでございます。私も基金の理事をしております。桂と申します。ここから向こうは皆さん弁護士なんですけど、ここから引き締めたわけです。私だけはちょっと違う、お世話になります。沖縄密約情報公開訴訟の原告団で、桂と申します。今日の会見を開きましたのは、この、泉和夫情報流通促進基金というものを12日に作ったということの、ご報告、そして今後のどういう活動をやろうとしているかということをご報告しようということでございます。設立の言葉というのがあって、その裏側に今後の活動の概要というものがまとめられております。で、泉和夫弁護士、どういうことをしていたかということは、皆さんもご存知かもしれませんが、私は同じ、事務所、東京共同法律事務所で、付けを並べて仕事していて、実は今、彼が、座ってた椅子に座ってですね、仕事をしていてですね、日々、ちょっとそこら辺にまだ泉さんがいるような気がするけど、そういう環境で働いておりますが、本当に、日本の民主主義、表現の自由とか民主主義とか、情報の公開とかですね、そういう問題について本当にたくさんの問題提起をしてくれた人だったなというふうに思います。で、彼が亡くなった後もですね、たくさんの方がどんな思い出とか彼がやろうとしていたことについて新聞を書いたり報道してくださったりしているわけですけれども、彼が今生きてればどんなことやるかなっていう、その衆議院選挙になったらどんなことしたかなとか、憲法改正がどういうふうに文化が盛り上がってきたらとかって、それに対抗しただろうかなとか、そういうことをついつい考えてしまいます。彼自身演じていればいろいろやりたいことがたくさんあった人だろうと思うし、そういうことを考えると、今本当にここに文化が来てくれたなという気持ちがいっぱいなんです。そういう気持ちを持った人たちが大勢集まって、基金を集めて、彼がやろうとしたこと、それを引き続いてやろうとしている人たちの活動を励ますような、そういう、基金を作ったということでございます。これから何をやっていくかということについては、この後ご説明があると思うんですけれども、例えば、原発事故についていろんなことが隠されている、そして憲法改正が具体化してくるかもしれない、そういう問題についてですね、市民がどういうふうに活動していったらいいのか、そういうことを一生懸命考えて、やろうとしたことを、あとをですね、引き継いでやってくれる人たちを励まし続ける、そういう基金でありたいというふうに思っているわけです。簡単ですけれども、この基金の設立の趣旨をご説明します。続いてですね、基金の代表理事であります、ごめんなさい、理事であります梓沢弁護士の方から基金の活動概要も含め、また設立に至った経緯に際しての、本人の気持ちも含め、お話をさせていただきます。梓沢でございます。 NPJ という市民メディアがあります。イラク戦争の時に日本人の人質が3人基金に扮したということがあり、その後帰国に際してイラクからの人々の民衆からのメッセージをせっかく日本に伝えようとして帰ってきたんですが、自己責任論という言葉で一挙に問題が覆され、その時、これではこのままマスメディアに報道を任せていたのでは人々の
性を守ることができない。どうしても、自主的な市民によるメディアが必要であるというふうに考えまして、6年前、ひずみさんを中心に News for the People in Japan NPJ、という市民メディアを作り、それ以来日刊のインターネットメディアを続けてまいりました。ひずみさんはその編集長として活躍をされてきました。私はその組織の代表であるということで一緒にやってきたんですけれども、思い出しますのは、原発、福島の原発事故が起こったその週にである3月16日に、これはこのまま東京電力の記者会見をこのまま見守っているだけではダメだなと、私自身の、彼自身の、ひずみさん自身の産経新聞の記者であったという体験と、弁護士であるという職業を生かして真実を追求しようということが彼の目標となり、その後、非常にひどい、がんが進行しているということを告知された後も100回以上にわたって東京電力の記者会見に通いました。彼のその時の活動は、一緒に記者会見に通い続けた木野さんと一緒に福島原発事故記者会見という本にまとめられております。でその中で、しかしながら彼はその後病が進行して、非常に厳しい痛みとそれから孤独感をも乗り越えながら、亡くなる6月12日に亡くなる前の日まで執筆とメール発信を続けていた、そういう人でございます。その彼がそれだけに思ったものと思った価値というのは何なのか、その価値を体現していく、実現していく基金活動をやろうということで、この資料の2ページ目に活動、どんなことをやるかということを、活動の概要というのを書きました。3つあります。1番目が、メディアのや表現の自由、情報公開制度等に関する提言活動でございます。2つ目が、表現の自由や情報公開、国民主権のための活動に顕著な功績が認められる個人団体の検証と奨励、いわゆるひずみ和夫情報流通促進賞というのを出します。これによりまして、ひずみさんの後進として、真実こそ最高の価値、人々がそれを知ることこそ最高のことだと、それがもしあれば福島原発事故は防ぐことができたのではないかという、彼自身の、まあ、なんて言いますか、センスオブギルティ、自分自身の良心の呵責をも感じながら彼が戦い続けた、その後進を励まそうというのが情報流通促進賞でございます。で3つ目は、これ皆さんにも関わることですが、ジャーナリストが表現の自由や情報公開等で困難な目に遭ったときに法律家の支援を必要とする。しかしその法律家の支援をするにも、資金が必要となると、そのようなときにこの基金の 中から、戦うための、法律のための闘争の資金を提供しようと、この3つをやっていきたいと考えております。続きまして、代表理事、基金の代表理事の桂さんから、また基金でこれからどのようなことをしていきたいのか、またひずみ和夫基金というものを設立をすることになりました、こう視察への思いみたいなものを語っていただければというふうに思います。もう今のお二人のお話からですね、基金の設立の趣旨、それから基金がどういう活動をするか、これ全て表現の自由ということですね、十分に発揮できるようなメディアの環境、あるいはその市民的なコミュニケーションの条件ですね、そういうものを作り出していくということを目指されていますが、私は今も冒頭にも言いましたけども、その皆さん弁護士さんが
お仲間としてこう、なんていうんでしょう、団結してやっておられるわけですけれども、私がこの基金の中にですね、協力することになったのは、まあそういうその翡翠さんの活動にですね、恩義がある場所なんですね。もともとあれなんですよね、彼との付き合いでいうと2001年にですね、皆さんご記憶になっている方もいると思いますけども、朝日新聞 の松井彩織さんが代表になってバウネットジャパンというのを作りましたね。それで女性国際、女性戦犯国際法というのを作ってですね、 NHK が、住民安保の問題を取り上げるのに極めてこう内在的に協力したんですよね。ところができたものは結果的には、その自分たちの問題が裏切れたものになったというですね、いわゆるその NHK の番組改編事件というのが裁判も起こるんですね。でこの時その弁護団の中に翡翠さんが入っておりましたね。それを私はむしろそっちじゃなくて、その松井さんとかですね、今代表やっておられます西野さんとかですね、ちょっといろんな関係で知り合ったものですから、私は当時は大学の教授になりまして、大学でジャーナリズムなどをですね、ジャーナリズムを教えるっていうのも変ですけど、そういう科目がありますからね、そういうものを担当してました。そういう縁でもってですね、入っていたところに翡翠さんがいらっしゃったんですね。そしてこれは2005年に朝日の本田正和さんが、安倍晋三さんと中川翔一さんがですね、影響力を及ぼしてそうなったっていうスクープを出して、これはマスコミの中でも大きな問題です。そういう頃から非常にまあ、ある意味ではいろいろな集会でよくお会いになるというわけです。それから今NPJ の話ができましたけども、2007年に NPJ ができましたらですね、翡翠さんから毎週そこにメディアウォッチをかけているんです。これは厳しいですね。原稿料は出ませんからね、週1回書くってのは大変なことですけどそれでまあ、ずっとお付き合いしてたらですね、今度は、これはまた別の方からですね、2009年にいわゆる沖縄密漁部の情報公開訴訟をですね、これは財務省、昔の暮らしですね、それを外務省に対してですね、起こすという裁判で、その弁護団の中軸に、翡翠さんがいらっしゃってですね、これは大変なお世話になって、一つには、彼の病気を重くしたのもですね、この時 この弁護活動を一生懸命やっていただいたと、いつでもその彼の事務所、東京共同律事務所の会議を借りてですね、遅くまで会議をされてありましたからね。そういうことでいうとですね、この基金を設立する、一肌脱げと、その基金の運営についても協力せよと、これはお断りできます。やはり彼の意思をですね、彼は大変な思いをたくさん残して、あの世に行ってるはずですしですね、私もあの世に行った時に、あの時なんでこういうことをしなかったと言われちゃいけませんもんですからですね、言った時に、翡翠さんちゃんと少しはしたからねぐらいのことを言わなきゃいけませんのでですね、一生懸命応援しようというつもりでですね、協力しております。皆さんぜひですね、この賞、皆さんのお仕事と十分言いましょうかですね、とても大事なことにつながっていくんじゃないかと思うんですね。私、自民党の憲法改正草案を見てですね、びっくり仰天しました。いろいろ話したかたいこともたくさんありますが、そもそもその国民の知る権利、それから皆さんの報道の自由もですね、21条で全て、何の支障もなくですね、全ての自由が認められているはずのものがですね、第2項にですね、その公共の利益、公共の秩序に反するものはですね、その自由に、この自由を与えることにはならないんだということが出てくるんですね。その表現と結社についてはですね、その自由は制限されるんだということが書いてあるんですよ。これはあれですね、これひどい話ですね。まかり間違えば治安維持法ですよ、これね。で、こういうことがですね、いよいよその大問題になるときに、翡翠さんだったら本当に悲憤後悔するだろうと思うんですね。そして、こういう流れに対して逆らって、もっとその自由のために、自由を守るために、権利をもっと大きくするために戦うという、さまざまなそのメディア表現の中での活動、ジャーナリストの活動、あるいは市民の活動があれば、ぜひそれは継承することですね。あるいはそういうの中で、くじけそうにない人がいれば、それを応援できるような、経済的な援助も少しはしたい。そういうことはまさにその翡翠さんの思いだと思いますので、
どうぞ皆さん、その趣旨をご理解いただいてですね、ぜひ応援していただきたいと思います。私は以上です。ありがとうございました、補足になりますけれども、今お配りしておりますホチキス留めの A4 のサイズの資料2つあるんですが、そちらの中にですね、事業内容のうちの提言と、それから賞の授与、それから援助制度というのの後半の2つについての募集推薦要項と、それから応募用紙、また申請要項と合わせて、援助制度についても申請用紙を付けさせていただいております。この泉和夫情報流通促進基金というものが今後何をしていくかについては、こちらをご覧いただければお分かりいただけるんですが、少しだけ簡単にご説明をしますと、まず賞についてはですね、本日、まさに本日から募集を開始をさせていただくことになっております。表現の自由、情報公開、国民主権の促進に寄与をなさった方、自身でも他選でも問いません。今こちらに来られている記者の方ももちろん候補にもなっていただけますし、ジャーナリスト、本当に一般の方の弁護士でも、どなたでも芸術活動されている方でも、この方はご自身も含めて、該当するだろうという方は、今日本日から募集を開始をしておりますので、ふるってご応募いただければというふうに思います。2ページ目、3ページ目以下に申請書を付けさせていただいております。で応募はですね、3月31日までなんですけれども、その後こう選考委員3名が決まっております。その選考委員が最終的に受賞者を決めると、岩崎忠明さん、それから落合恵子さん、津田大輔さんというお三方が選考委員ということに、決まっておりまして、5月の上旬には受賞者を発表させていただき、泉和夫さんの命日であります6月12日に、贈呈式を行うという形になっております。それが賞でして、それから法律援助制度というものは、またこちらも本日から受付を開始をしております。こちらも表現の自由、情報公開、国民主権の促進のために取り組まれる法的手続きについて財政援助を行う制度でして、すでに始まっております裁判等でも構いませんし、これから提訴をするといったような事件についてでも、こちらに当てはまるというものがあれば、事務局の方にお問い合わせをいただければ財政的な援助をさせていただけるかというふうに思います。こちらも視力要件とか、あるいはその表現の自由に資する事件なのかの用語に資する事件なのかというようなことを事務局の方で判断をさせていただきまして、援助をさせていただくという形になっておりますので、よろしくお願いいたします。こちらからは以上かと思うんですけれども、よろしいでしょうか。基金ちょっと1行だけ付け加えますと、この基金は泉さんの活動を追悼し悼む人々から、しのぶ会以降かなり迅速な期間に1000万を超えるお金が集められまして、それを基礎的なファンドとして活動を行ってしまいました。本年の賞については受付が、まさに今日から開始ということなんですが、次年度以降はもうちょっと通年通して募集をかけるような感じになるんです。それともこの1月から3月の間に募集をかけてという、まだ決めてませんけれど、一年中という形ではなくて、多分どこかの時点からという形で年度を決めさせていただきたいかなという感じだと思います。ありがとうございます。産経新聞は出身の新聞社ですから、しっかりと書いてください。ありがとうございます。当社出身のって書いてます。お配りしたものの中に新聞記事、東京新聞と朝日新聞、別に他にもいっぱいあったんですけども、選挙制度の問題とか、原発の事故の問題とか、あとその審議会の責任をどう選任するかとか、いろんなこの民主主義にかかるようなことを議論されるときに、泉さんがこんなことを言ってたねっていうところを思い出しながら、記者の皆さんに書いてくださっているっていうことが、我々としては非常に嬉しいというか、
そういうものが目に留まりました。これはみんな亡くなった後書かれたものですけれども、ちょっとお伺いさせていただきました。先生、三つ住んでるようですけど、はい、この選考委員のお三方は何か、先生はご本人とお願いがあったんですか。そうですね、岩崎さん、今日来てますか。選考委員を受け取りました、メディア総合研究所の事務局長の岩崎と申します。私も実は桂さんと一緒で、泉さんに代理に言っていただいた沖縄密約訴訟の原告です。落合さんは脱原発の運動をやってて、あのクレヨンハウスをずっとやってる朝の教室を受けてもらったという中で、お答えになったらと聞いてください。津田さんも、弁護士の学生とかジャーナリスト的な活動の中で知り合ったとか、皆さん、津田さんのことを知っておられるとかです。理事会で選ぼうかなんて思ったんですが、やっぱりちょっとお手盛りになるんだろうと思います。批判が一応、この基金そのものの分野と選考とはですね、一応分けた方が公正、なんじゃないかというふうに、ちょっとややこしい話をしたんですが、いろいろ議論の末に。ぜひとも、こういうものがあったら次戦多戦で、マスメディアでも構わないんですけど、別に彼自身が市民メディアやってたからというと、マスメディアの記者の応援なんかもかなり一生懸命やってたんで、マスメディアの方々にも応募したくなるというふうに言われたんで、これはもう本当に個々人のジャーナリストの方がお考えになって、自分の仕事がこれを呼べればいいと思います。仲間でもこれはいいな、隠れてるけどこれはいいだとかですね、そういうものでもよろしいんで、ぜひ推薦段階からご協力をぜひお願いいたします。まあ、確かにこの2年間原発に関する報道というのはね、本当にアップとするようなひどい話で、あるいはそういうものが報じられている番組がいっぱいあったと思うんですが、そういうものを思い出しながらですね、その中から出会われるみたいなことをしてみたいなと思います。新聞協会賞とか高齢者みたいな、どうかっていうと出所が個人というか会社から出てくる感じですよね。でそうじゃなくても本当にそのいらない人の間から市民の間からそういう商品を適宜していて、そうやってその産んで初めのうちは小さいでしょうか、大きく育てたり、清水さんが見たら、あ、これは面白いねって言うような、そういう角度で基準があるかないかっていうと、まあ、そういうような、どうもありがとうございました。よろしくお願いします。